ある日の野口です。撮ってますよ。ゆきです。ゆきです。お久しぶりですね。久しぶりです。最近めちゃくちゃ忙しかったもんね。なんかちょっと忙しかったです。今は何の仕事してるの？今はジョージアトビリシにあるのぞみバーっていうバーで働いてて、オーナーのぞみさんの秘書やってます。おめちゃくちゃ忙しかったんですよね、めぎちゃんのね。あのガールズバーじゃないですよ。どういうお店なんですか？ここは、日本人とジョージアの方が交流できてゆっくり時間を過ごせるところでございます。このお店は好きですか、みっちゃん？はい、好きです。お上手。そんなことないあ、そんなことないですが好きなんです。そっか、日本人特有なんですね、この文化。弟くんがそこに来てるんですけど、モディモディラトそう、まあターゲットとしては日本人の方に向けた日本人が集まれるバーを作ろうっていう場所なんです。でね、ここでなんとねカラオケができるんですよ。日本のカラオケがねできる店なんてここだけだよ。ここだけ。ジョージア日本のカラオケの機械があってちゃんとした日本のカラオケを歌います。すごいですよ。じゃあ、いやせっかくねこうやってジョージア美人が2人も出てくださっているので質問していこうと思います。ジョージア人に聞くジョージアの観光地ベスト3を聞いていこうと思います。メギちゃん、どこですか？スワネティ。おー、あ、1番がバトゥミ。あ、だってバトゥミの人なんですよ、実は。これちょっとあれです、ステルスマーケティングですね僕もね、バトゥミはすごいおすすめです。何回行ったかな、あれ1回しか行ってねえかなバトゥミのいいところは何ですか？ゴニオのお城。何それ？歴史的な建物。多分 この辺に出ると思う。知らなかった、行ったことねえ。最近ゆきちゃんが何をやってたかっていうのが気になるか。まあゆきちゃんにも質問をしていきたいんですけど、ここ以外にお仕事をなんかやっているんだっけ？日本語の先生をずっとやってます。あと、まあまあ、あと何個かやってるけどちょっといいな怪しいことではないです。日本語の先生、いいですね。まあね、このスペックですから引っ張りだこですよ、どこでも。お出たい、兄弟出演も面白い。そう、なんとね、ゆきちゃんね、ライブ配信をやってるんですよ。はい、ボカチャっていうアプリで生配信やらせていただいてるので、よかったら見てきてください。要チェックですよ。いつでもジョージア美人に会えますからね。まあ、時間はそんな定期的な時間帯ではないんですけど、まあ、通知がいつでも飛ぶんで、よかったら来てください。あ、日本時間に合わせて配信してる。あ、そんな、基本的に合わせようとしてるんですけど、時間帯決めずにいろんな人が見れるようにいろんな時間帯にやろうとしてます。いいですね。ネギちゃんはライブやらない まあぜひジョージアで道に迷ったらここに来てみてください。大体日本人いるよね。うん、基本的に日本人がメインで、まあ、ジョージアの方も結構来てて、日本が好きなジョージアの方が来て、うん、で、そう、なんか日本語を話せる人結構いるんで、気軽に来てください。なんか結構イベントとかもここでやったりするんで、どこで？ツイッターで発信してる？ツイッター、インスタ。インスタ？おお、全部3点やってます。SNS で結構情報をキャッチできると思うんで、ぜひぜひ来てみてください。今日は皆さんありがとうございました。最後にちょっと3人にね、言ってほしいことがあるので、ぜひぜひお願いします。はい。
グッドホップガモイツルアルヒ、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。